はい、皆さんこんにちは、ワネリングリュウシです、信長の野望創造戦国立志伝後藤又兵衛の大阪の新プレイ続きをやっていきましょう。ここまで、1回目から4回目までお届けしてきて、今回第5回目になります。前回までにですね、大阪冬の陣を終え夏の陣が始まっているというところでですね、プレイを進めてきました。今回はその続きです。早速見ていきましょう。大和路川内路の2方面より進軍した徳川の大軍は大阪城南で合流、天王寺付近に布陣し決戦に備えていた。豊臣軍は大阪城の防御機能を失っており、倍以上の徳川軍を野戦で迎え撃たなければならなかったというところで、ここから雪村と勝長の話になりますね。秀頼様のご出馬こそ我らの最後の望み、そのためにも敵を城に近づけぬよう寄せての攻めを防がねばならんと。後藤又兵衛もね、なんとか生き延びていますので、ここでも登場してきますよね。敵の兵は我らの場合はいるというところです。まあ、今ね、雪村が攻めすぎず引きすぎずというようなことを言ってましたけども、今回ですね、プレイをしていくイベント回線、天王寺の戦いでは、徳川軍に攻められすぎてもダメだし、逆に豊臣軍が大きく攻めすぎてもダメだし、武将の誰かが撤退する、要は敗戦してしまうっていうのもダメだっていうような形になっていますので、まあ、非常にね、難しいこうバランスを取りながらのプレーになるんじゃないかなと思ってます。ここはなんとかね、みんな生き残って、もらいたいですよね。さあ、では最後のイベント回戦、天王寺の戦い見ていきましょう。見渡す限りを徳川の大軍が埋め尽くす。命尽きるその時まで武士として生きるため、己が魂を偽らぬため、真田幸村はただ賭けるということですね。まずは本多隊を撃滅せよということですが、布陣から見ていきましょう。まず長宗壁、左からですね、左翼から長宗壁森近隊5000、その後方に王の春房隊、これが4500います。で、木村重成が6000、先方は時の声底力、そして奥義一戦ですね。この木村重成の奥義一戦は本当に切り札になるような気がします。
あとは王の春草隊のところにもいますね。金成がいるね。金成の奥義一戦もね、重要な戦力になりますね。で、又部大一方向罹患、罹患があるんで、敵が密集した時に使うのがいいかもしれません。で、毛利勝長が6500、打ち抜け時の声紙幣。紙幣はね、もし敵が混乱をきたしたような時が来れば、そこで一気に紙幣を使って敵を殲滅していきましょう。で、雪村六門前方向規制崩しですね。味方約35000で、敵型の布陣を見ていきましょう。敵型の右翼、先方は前田利常。まあ統率22、武勇46、まあ大した兵ではないですね。兵というか武将ではないですね。東道高虎、さらには井伊直高、そして秀忠ですね。ここは高虎と直高がいるので、まあいかに戦力を温存しておくか。おそらく秀忠は1万規模の軍勢を率いているんだと思います。で、忠友右翼ですね、左翼かな、ね、勝成がいて、忠友がいて、政宗がこっちか。で、家康の本陣。ここはかなり厳しい戦いになりそうですね。勝長と雪村だけで政宗を撃った後、さらに家康の兵も相手にするってなるとなかなか厳しそうですが、頑張っていきましょう。では開戦していきます。ここで王の春草隊を下げておく意味はないので、前へ押し出しましょう。承知いたしました。申し上げます。お味方の水野軍松平が動き出しましたと。さあ、ここで水野勝成の撃破も出てきましたね。まずは本田隊か。本田隊は後藤又兵衛を後ろに回り込ませましょう。で、このあと水の隊が来る前にできるだけ早く、この本田隊を撃破しておいた方がいいですね。で、敵の前田利常隊がおそらくこの辺りに進出してくると思うので、水野勝成を少し、木村重成を少し前へと押し出します。声を使ってきましたね。早速ここはまだ使えないね。こっちも使えない。毛利勝長が少し兵を減らしてますので、天下に示す。かしこまりました。かかる。ここで本田隊を撃滅することに成功したので、この後ひら、向き直って水野勝成を迎え撃ちましょう。これで本田隊が
消えてくれれば水野勝成の方に又部、勝永、雪村の3体を集中させましょう。すぐに向き直りましょう。で、さらに後ろから正宗、松平、忠直、この辺りが動き出すので、なんとかね、その前に敵を引き込みましょう。崩しも使っちゃいましょう。でここで忠直15,000、水野勝成が5800、これはちょっと思ったより多いですね、数が。特に松平隊が15,000っていうのはちょっと思ってたよりも多いな。まだ先端は開いてないですね。ちょっと6年戦使いたくなかったんですが、一旦使って水野勝成の兵の数を減らしましょう。で方向を使って、何、奥義一戦が来たか。ここで奥義一戦やられるとまずいね。さらに正宗も前進か。さらに剣豪やめてほしいね。逃げたければ逃げなさい。この攻め生きれまい。承知しました。まあ混乱するよね。2体も混乱か。ここはちょっと又部を前に出して混乱が収まるのを待ちましょう。でこっちは全く動く気配がないんだったら、木村重成をむしろ向かわせるべきだったかな。大阪城がその防御機能を失った時点で大阪の陣の数勢は決まり、戦いは徳川家が天下の主であることを改めて宣言するための儀式となり果てていた。なんとくだらぬ戦だ。父を討ち、母を追い、弟を切り、わしは天下のため全てを捨ててかけてきた。たどり着いた先がこのようなふぬけた戦だというのか。わしは何のためにここまで。申し上げます。お味方の先陣崩されております。殿、いかがなさいますか。ご詰めをなさるべきかと。撃て。正宗、義継をわしを撃て。殿、今のは一鳥橋の戦いです。撃て撃てと申しておる。我らの邪魔立てをする者は残らず打ち払え。伊達の軍法に敵味方の別はない。この時伊達軍は崩れてきた味方部隊を背後から銃撃したと伝えられている。伊達の味方撃ちと伝わるこの事件、政宗が何を思いこのような行動に出たのか、その真意を知る者はいない。退却せよ。さあ、水の隊もこれで撃滅したものの、こちらは2体が混乱中なので、又部でなんとか敵をね防がなきゃいけないかなというところですね。ここで照澄がやってきたけど、どこに照澄が現れるかだな。
テルズミが思ったより前方に出てきましたね。ここでテルズミがとはいえ家康に特攻をかけても勝ち目はどうだろう、ないんじゃないかなって気がするけど、これテルズミをどう動かすかというところもありますね。さあ父上お呼びでしょうかというところで真田本陣の話になってます。父最後の策手伝ってはくれないか。はい、私にできることでしたら喜んでということで大阪城に戻り、明石殿が動いた今こそが機、城に戻り王の春長殿と語らい、秀頼様にご出馬していただけるよう頼むのだということで、これで秀頼が出てきてくれるかどうかというところですね。数分後大阪城内で、数分で戻れたんだ、なるほど。明石照澄様の兵が徳川本陣に迫り、間もなく我が父真田左衛門之助の兵も茶臼山より突撃を始めます。今こそ千載一遇の好機、何卒秀頼様のご出馬をということですね。でここでお袋様にお伺いを立てる。しましまっておれ。これは、チャチャ様、ヨド殿のことですね。代わって、ヨド殿の居室。ここで秀頼の出馬に関してなりませんねと言ってますね。まあ、このヨド殿のチャチャ様はね、ご存知の方も多いと思うんですけども、まずは、長浜城、今浜城ですねを秀吉に攻められて、父長政を討たれ、その後母お市が嫁いだ柴田勝家も同じく秀吉に攻められて、お市様も勝家もね共に自害してますからね。さあこれでじゃあ家康の本陣を目指しますか。これで終わりだな。ただまだここに松平忠直隊がいるんですよね。家康がいて、こっち側は全く動きがないな。いいんだろうかこのままで。まずは又兵衛でしばらくこらえなきゃいけないですね。勝長がこのままだと壊滅するな。かしこまった。承知いたしました。明石はちょっと下げましょう。承知いたしました。
動きがないんで、木村重成は家康本陣を目指しましょう。続きなさい。で、利常がこっちに来たか。ってことは、おそらく思ったよりも、お任せください。やるとしよう。敵の動きが近い。攻めに耐えられるか。敵は全てを込める。かしこまりました。今こそ殲滅の時です。ここで東道高虎もこっちか。なるほど。ってことは王の春さを横からぶつけましょう。間に合うか。かしこまりました。で、長宗我部も同じく急行させましょう。お任せください。お任せください。かかれ。王一戦をここで使います。これで決まりだ。お任せください。よし、兵が混乱したね。ここで時の声をかけておきましょう。お任せください。雪村の兵力がちょっと落ちてきてるね。承知しました。我らも負けはない。あの武勇天下に示す。これで決めるぞ。苦がいない。かしこまりました。若殿よ、我が敵を打ち滅ぼせ。かしこまりました。木村重成をもう少し前に出して、真壁を一緒に戦わせましょう。で、大野春さんのところに金成がいるので、金成を前に出して、なんとか王一戦をもう一度ぶちかましましょう。お任せください。一旦東道高虎隊を撃滅しましょう。で、鶴瓶打ちを使って、見せてくれよ。かしこまりました。承知いたしました。承知いたしました。これで終わりだ。引き際は整えています。これで一旦今敵の見えてるって索敵できてる敵は一旦すべて。かしこまりました。かしこまりました。承知いたしました。承知いたしました。お任せください。続け。ちょっと陣を整え直しましょう。おそらく秀忠が2万、家康も2万だと思います。ので、まあ、その秀忠がね、動いてこなければ、ある程度勝機はあるかなというところもあるので、ちょっと様子を見ながら、かつ、かしこまりました。この、奥義一戦のうちの、大野隊、この辺りとね、連携しながら戦っていきましょう。
と木村重成の奥義一戦も使える状態になってますね。もうちょっと前へと進出かけましょう。木村重成の奥義一戦はできるだけ早く1回目使いたいところなので、がどこかに移動してるっていう可能性もあるな。ここまで来て見えてこないということはいるね。ただ家康はまだあそこにいる。かしこまりました。正面には長宗壁をぶつけてちょっとこらえてもらいましょう。一番兵が多いですからね。で、又兵衛も正面やや右側からで、春房は正面にたどり着いたらすぐに奥義一戦を使わせましょう。お任せください。で、混乱したら六文銭を発動していきます。メカ魂かな、ここで決して砕けん。遊びは終わりだ。豊臣の戦は終わったか。ならばこれよりは己が心のままに戦うまで。狙うは徳川家康が首、ただ一つのみ。茶臼山を駆け下った真田幸村隊は徳川家康の本陣を目指し突撃を開始。幸村の突撃を助けたのは同じく家康の本陣を目指した毛利勝長の獅子奮陣の働きであった。真田殿、行け。ここは拙者が引き受けよう。惜しいかな後世、真田を言いて毛利を言わず、幸村の陰に隠れることになった勝長の活躍を知る者はそう言い残したと伝わっている。味方が腹を思い出すわ。さあ続いて大阪城南部真田丸跡地付近。よろしいですか殿。よろしいのですか殿ですね。これで秀頼が出陣ですね。秀頼自ら母上、これより戦場へと参ります。で秀頼の出馬が実現したというところですね。形勢がどう変わるかですね。家康隊の撃破をしましょう。みんなの士気が上がってますね。ただ家康は尋常じゃないですからね。その強さ、まずは
大野晴長、約1万の軍勢か。この1万の軍勢は急行させましょう。何はともあれ。さらに秀頼、ちょっとね弱いですが秀頼も急行させます。まあ、ここはもう急いでいくっていう以外ないですね。先方は底力、そして方向です。大助の方向、春長の方は罹患、方向、神速で木村茂成を先に前へとぶつけましょう。かしこまりました。まだ早い。ここで奥義一線をまず使いましょう。これで決まりだ。よし、混乱した。混乱したら袋にしましょう。そんなこと冥府で語り草にせよ。家族とも覚悟は良いか。我らが戦、よくとご覧あれ。これが戦の作法よ。ここが勝負どころよ。これで決める。正々堂々勝負しなさい。今こそ殲滅の時です。皆覚悟を決めよう。よし、これで家康はけなく撃破ですね。政宗と戦うのが厳しいな。かかれ。ここに政宗が1万9000か。これはただ大野晴房が後ろにいたのが幸いしたな。承知しました。使える状態にはなってますね。まずは春長をぶつけましょう。で、秀頼も伊達本陣へと向かいます。で、秀忠が2万5000の軍勢をまだ残してるはずなので、なんとかね戦っていきましょう。残しとけばよかったかなって今更ながらしますが、任せくだされ。かかれ。お任せください。建物で足を止めることはできぬ。これで決める。これで決める。使ってどこまで減らせるかですね。混乱をできるだけ早くさせておかないと。お任せください。よし、混乱した。混乱したら罹患と方向を使いましょう。勝長は時の声しか使えないね。で、長宗我部は方向を使って決める。大野晴長は用心を使っときましょうか。いや、残しといていいかな。敵混乱中ですからね。で、又兵衛は使えない状態だね。で、私は
する兵器を使います。正々堂々勝負しなさい。後ろに後ろに来たのか、秀忠が後ろに回り込んでますね。お任せください。もう伊達隊はこれで殲滅が可能なので、この後は秀忠軍に集中しましょう。これで決めるぞ。かしこまりました。もう勝永も兵が残ってないからな。お任せください。奥義一戦がたまるまで何とか木村重成は残したい。見切るのだ。承知いたしました。かしこまりました。承知しました。もう伊達隊はほっといても壊滅するでしょう。家康の死を知り、自らの娘婿である忠輝を押し立て、幕府の実権を握るべく最後の戦いに打て出た政宗だったが、豊臣軍の粘り強い抵抗の前に敗れ去ったというところですね。戦いに敗れた政宗はその場で自刃というわけですね。ただまだ秀忠2万3000が残ってますからね。これを潰さないと終わらないからな。木村重成の奥義一戦が戻ってくるまでなんとかこらえてほしいところですよね。これで終わりだな。承知いたしました。やるとしよう。かしこまりました。よし、混乱させたか。こんだけ囲んで、しかもこんだけ雑魚い秀忠だったら確かに。やるとしよう。混乱させることができます。勝負しなさい。ここが貴様らの地獄よ。我らの攻め耐えてみせよ。ここが勝負どころよ。我らが戦とくとご覧あれ。不甲斐ない。雪村を中心とした豊臣軍の猛攻の前に秀忠の本陣は大混乱と。いやー、家康に続いて秀忠の首も取ったか。Thank you.
秀忠は混乱のうちに倒れ、幕府は現職の将軍を失うことになった。なんとか天王寺の戦い勝利することができましたね。家光が秀忠の後を継ぎ新たに大名となりました。まあこれはね、秀忠の後実際三代将軍になったのは家光ですからね。この度の合戦で挙げた宝によって400か、なんかもう大大名に取り立ててもらってもいいぐらいのね働きをしたんじゃないかなと思うんですが、さあこれで、一応ですね今回、お届けしてきた大阪の陣シナリオのイベント改善シナリオ中心のねところ見ていただきました。いかがでしたでしょうか。今のところはですね、まあ、この後藤又兵衛での続きのプレイの予定はないんですが、もしね皆さんから続きやってほしいっていうような声が多く出てくるようであれば検討の方はしたいと思います。その他現在はですね太閤立志伝、秀吉でのプレイと、あとは信長の野望の方はですねオリジナルシナリオを少し入れた織田信忠でのプレイ、こちらの方を並行してプレイしておりますので、戦国時代好きな方はねこちらの方も見ていただければと思います。あとフリーゲームというかシェアゲームって言った方が正しいのかな、戦国志というゲームについても実況プレイ、のためにですね今プレイの方を開始してますので、そのあたりも随時チャンネルの方をチェックしていただければと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方本当にありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。